特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。仮面ライダードレイクを語ろう。どうもゆうちゃまです。銃ライダーは銃を使わないっていう風潮がありますが、まあ、先輩のゾルダ先輩だったり、ギャレン先輩がいてますよね。肉弾戦も強いっていう。ドレイクはどうなんでしょうか。普通にまあ銃使ってたんじゃないでしょうか。でもまあ近距離も遠距離もまあ普通に戦ってたイメージありますよね。銃ライダーってもちろん遠距離からも戦うんですけど、接近戦でも戦う定めなのかなって思うんですよね。やっぱりこう近くで戦ってる絵も撮りたいというかあるんじゃないですかね。 G3 とかバースも最終的には結構肉弾戦多かったですよね。戦ってましたし、ドレイクはね、まあレギュラーキャラなのに出番が多くない、なんかゲストキャラ的な感じでさらっとふわっと現れるんですよね。もったいないぐらいふと現れる、ゴンと共に現れるんですよ。毎回でないからこそのドレイクの特別感。必殺技のライダーシューティングがいいんですよね。クロックアップ含めてのあの必殺技も良かったです。あれ好きな人多いですよね。わかりますかね。ライダーシューティングしてクロックアップして後ろ回って、こう2つのあのライダーシューティングで挟み撃ちみたいな。ドレイクは劇場版での扱いは悲しかったんですけど、結構いじられるじゃないですか。あのドレイクだったらやられてたみたいな。本編では、まあ、大切にいい立ち回りで活躍していたんじゃないかと思います。風間大輔さんのもう洗練されたイケメン性とか、あの美しさ、ドレイクをかっこよく際立たせてたんじゃないでしょうか。兜のライダーって結構俳優さんがイケメンなんで、なんかライダーこうなんかイコールで結びつけやすいというか、風間大輔といえばあのドレイクみたいな、そういう感じがしますよね。ゆうちゃまのひとりごとを最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。